ワシントン軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23万8136人であり、2000年の20万1130人から18.4%増加した。軍庁所在地はスティルウォーター市であり、同軍で人口最大の都市はウッドベリー市である。 ワシントン軍は1849年に組織化されたミネソタ準州最初の旧軍の一つである。公式には1849年10月27日に組織化され、初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンにちなんで名付けられた。セントクロアバレー、アフトンから南を望む、この地域の初期開拓は、現在の軍の東側、ウィスコンシン州との宗教になっているセントクロア、 川沿いに進められた。この川は上流に人を動かす交通手段にはならず、また下流に材木を流すこともできなかった。地域は森が深く、初期経済は樹木の伐採と製材に頼っていった。最初の開拓地であり、郡長所在地になったのは、ダコタの町であり、現在のステルウォーター市の北側、ブラウンズクリークがセントクロア側に流れ込む地点2838年には、 作られていた。このクリークの名前は、ダコタの設立者であるジョセフ・レン・ショー・ブラウンにちなんで名付けられていた。しかし、1839年にマリーインオン・セント・クロアに製材所が作られ、1844年には現在のステルウォーター市中心街のある場所にも製材所が作られた。これら製材所の成功で、 ダコタの住人も引きつけたスティルウォーターが1846年に軍庁所在地になった。当初この地域はウィスコンシン準州に属していたが、1848年にウィスコンシンが州に昇格した。1848年8月26日、ブラウンなどの指導者たちはこの時政府が亡くなった地域に住む開拓者を召集した。これは後に、 スティルウォーター会議と呼ばれることになった。この会議は、ジョン・マック・ジックの店で開催され、新しい順州を、ミネソタという名前で創設すべく、連邦議会に送る文書を起草し、ヘンリー・ヘースティングス・シブリーを、この単願書を連邦議会に届ける代表者に選出した。この会議が行われたことで、スティルウォーターは、ミネソタの誕生地と自称している。公式に順州となった後、 地域は成長を続け、1849年には、準州知事のアレクサンダー・ラムジーから、初代軍保安官が指名された。軍で最初の教育学は1850年に設立された。森林を伐採し尽くすと、軍の経済は農業があるになった。隣接するラムゼイ軍とセントポール氏が成長すると、ワシントン軍は、マトーミーダイやランドホールの町と共に、 観光やレクリエーションで発展するようになった。20世紀後半、セントポール市の郊外が広がるとともに、軍人口が急増した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は423.16平方マイルであり、このうち陸地391.70平方マイル、水域は31.46平方マイルで、水域率は7.43%である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には土壌汚染や地下水汚染のためにアメリカ合衆国環境保護庁のスーパーファンドが適用される地域が3カ所あった。現在もベータウン軍区地下水プルームとオークデールダンプが残っているが、ワシントン軍ランドフォールは浄化され、1996年にリストから外された。ヘイスティングス氏は ダコタ軍の軍長所在地だが、小部分がワシントン軍に入っているホワイトベアレーク市の大部分はラムゼー軍内にあり、小部分がワシントン軍に入っているワシントン軍の記録は研究用ならば利用できる。学校、地区都市の委員会、軍勢委員会、軍監督官、一般訴訟裁判所、遺言権人裁判所、セントポール市政委員会の各記録及び機関紙に、 関する記録がある。ありがとうございます。